在来駅は、神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT13。ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅。2015年より上下線ホームにホームドアを設置、供用を開始している。ただし、設置時点で田園都市線には6扉車の運用があったため、JR 東海道新幹線熱海駅や九州新幹線、北陸新幹線、東北新幹線の一部駅と同じく、ホームの内側に寄せて設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は 37,275 人であり、田園都市線の各駅停車のみ止まる駅としては、隣駅の宮崎台駅に次2番目に多い。2019年度までは、同線の各駅停車のみ止まる駅として利用者数は最多であったが、2020年度より宮崎台に順位を抜かされ、僅差で2位となった。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り。駅前にある石像、体は太陽の街。1966年、田園都市線の開通を記念して設置された。駅周辺は第一種中高層住居専用地域で住宅が展開している。宮前区役所の最寄り駅であり、駅前から北に坂を登ると教育、公共施設が集中している。川崎市バス、東急バスによって運行されている。1960年に免許された際の仮称駅名は土橋であった。これは駅予定地の周辺の地名を取ったものであるが、1965年9月の常務会で宮前平に正式決定した。なお、宮前の由来は、隣の宮崎台駅と同じく1889年当地に成立した羊郡宮前村であり、宮前と書いて、宮崎と読ませた。大字マギヌアザ宮の前に村役場を置いたことによる命名である。また、平は、駅所在地の当時の地名川崎市大字宮崎あざ、太平から取ったもの。川崎市発行の川崎地名辞典には、紀勢本線に宮前駅があるために平をつけたという記述がある。なお、現在の駅所在地は川崎市宮前区宮前平となっているが、この町名は1972年に設定されたものであり、当駅に由来する地名である。川崎市で計画中の川崎縦貫高速鉄道は、当駅にも乗り入れる予定であったが、2013年に、事実上の計画断念が発表された。ありがとうございます。